こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。新型コロナに全く関係なく経済崩壊している韓国ですが、雇用が下がろうとすると公務員を増員し失業率を強制的に下げてるのに、自営業者が24万人も失職し、これからも増加する見込みのようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。先月、職員を置いて働く自営業者が新型コロナ以前より24万6千人減少した。特に40から50代の社長が減少分の大部分を占めたことが分かった。連合ニュースの統計庁マイクロデータ分析によると、7月に雇用者を持つ自営業者は127万4千人で、新型コロナ発生以前の2019年7月、152万人より24万6千人減少した。これによって雇用員がいる自営業者は、7月基準で1990年119万5千人以降31年ぶりに最も少ない水準に減り、全体就業者に占める比重も 4.6% と、7月基準で歴代最低値を記録した。年齢別では、雇用者のいる自営業者のうち40代が11万3千人減少し、最も大幅に減った。50代が8万3千人減った後に続いた。従業員を持つ自営業者が、40から50代だけで19万6千人が消えたのだ。このほか、30代が3万2千人、60歳以上が3万4千人減少した。20代は1万5千人増えた。雇用員を置かずに一人で働く自営業者の場合、2019年7月より13万5千人増加した。ただし、40から50代は雇用者のいない自営業者の中でも6万9千人減少した。子育てなどで支出の多い40から50代の自営業者らに衝撃が集中したのだ。産業別に見ると、製造業で雇用者がいる自営業者が5万1000人減少し、最大の減少幅を示した。新型コロナで景気が悪化し、工場を閉鎖したり、従業員を解雇して一人で働くケースが増えたものと分析される。続いて、卸小売業が4万7000人減少したが、町内のスーパーから、メガネ店、服屋などの専門小売店などがこれに含まれる。このほか、社会的に距離を置くことで直撃を受けた宿泊飲食店業で雇用者が3万6千人減り、建設業マイナス3万2千人、不動産業マイナス1万8千人などでも減少した。2019年より従業員のいる自営業者数が増えた産業は、保険業及び社会福祉サービス業7千人だけだった。雇用者のいる自営業者は、新型コロナが拡散した後の昨年7月と比べても7万1000人減少した。これを受け、雇用員のいる自営業者は、18年12月から32ヶ月連続で前年同月比減少を記録した。統計庁の関係者は、社会的に距離を置くことによる打撃が続く中で、対面購買より対面購買を好む産業構造の変化も影響し、卸小売業、製造業などを中心に職員を置く自営業者が減ったと説明した。それではネットの反応です。コロナ前もすでにムンジェインの所得主導の成長で雇用率は最悪でした。大韓民国の国民は本当におとなしすぎる。コロナ以前から最低賃金引き上げの負担のため自営業が難しく、コロナを始めてからはさらに衝撃を受ける。コロナを言い訳するな、週52時間に最低賃金をいっぱい乗せれば耐えられる経営者はいないだろう。相対的無能政府のムンジェインの災いだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。